んこんにちは、石木まうです。私はもう20年も誘導瞑想をお教えしています。この番組では皆さんに感情をコントロールする誘導瞑想の仕方を教えしようと思います。皆さんはただこれを聞いて眠るだけ、それだけで十分です。では今日のテーマはこれです。今日の誘導瞑想のテーマは天真爛漫をやめるです。自分のことを天真爛漫だと思っている大人がいますよね。10代の子供ならば許されますが、大人でこんなことを思っている人がいたら周りの人はちょっと引きますよね。でも本人は天真爛漫は良いことだと思っていて、それを密かに自慢に思っていたりします。傍から見るとこの人たちは無責任で実力もないのにただ楽しそうにしているように見えます。頭の中はいつも空想であふれていて地に足がついていません。実は心がまだとても赤ちゃんのようで、責任を持つ仕事が面倒で、それで天使のふりをしてごまかしているというわけです。現実逃避が癖なんですね。実力がないので得られるものが少ないため、自動的に欲望が薄くなり生命力もあまりありません。欲望は生命のもとだからです。それでこのタイプの人は貧血気味、低血圧の人が多いです。これは治した方がいいですね。年を取ると人よりも老けてしまいますよ。ではいつものように目を閉じて、自分を6歳の子供だと思ってください。そこへ大人の自分がやってきて話しかけます。あなたは自分が天真爛漫だと思っているよね。それを自慢に思っているよね。この世界に染まらない自分を偉いと思っているよね。自由な発想、自由な精神が大好きなんだよね。自分は天使のように悪い心がないと思っているよね。大人の自分はそれでとても困っているよ。天真爛漫というと聞こえはいいけど、実はただの自分勝手で空想好きで地に足がついていないただの子供だよね。ルールには従いたくないし、責任ある立場にもなりたくない。ただの社会の傍観者なんだよ。もし傍観者をやめたらネガティブな思いがたくさん出てくるから嫌なんだよね。だから傍観者をやめられないんだよね。だから気まぐれだし、知恵がないし、自慢できるような実力もない。ただの無力な人間だよね。他の人と同じ努力をしていないし、社会貢献もしていない。大人として責任ある態度で生きることから逃げていて、自信がないから自分は天真爛漫だと言ってプライドを保っているだけだよね。だから天真爛漫だと言って自分の逃げ癖をごまかすのはやめなさい。能力がないのをごまかすのはやめなさい。人がルールに従って生きているのをバカにするのはやめなさい。そしてもっと地に足をつけてしっかり生きなさい。天使のふりをして社会の傍観者気取りはやめなさい。逃げていないでしっかり責任ある仕事をしたり、もっと生産的に生きなさい。空想していても何も生産できないよ。そして真面目に努力して実力を身につけなさい。できるよ、できる。あなたは大人になりたくなかっただけなんだよね。それは損なんだよ。何も得られないんだよ。本当はいろんなものが欲しいんだよね。大丈夫。実力を高めればあなたはたくさんのものを手にできるよ。それを手に入れなさい。大人の自分はあなたをとても大切に思っているよ。だからたくさんのものを与えてあげたいんだよ。だから地に足をつけてこの社会でしっかりと生きていこうね。